解散のタイミングについては私は何ら決めておりません。国内では憶測に基づく報道があると聞いています。それらに答えることはいたしませんが、私自身解散について言及したことはご承知のように一度もございません。安倍総理大臣は訪問中の北京で記者会見し、衆議院の解散総選挙についてタイミングについては何ら決めていないとの意向を強調しました。また昨日夜の APEC 首脳夕食会で韓国のパク・クネ大統領と意見交換したことについて安倍総理は、胸襟を開いて話をすることができたと思うと述べて成果を強調しました。